ございます。メルカリ暮らしのエリと申します。私はパートを辞めてメルカリ一本で生計を立てながら5歳の子供の子育てをしているシングルマザーです。今回は私がシングルマザーになってからメルカリ物販への取り組みや子供との向き合い方を1週間のルーティン動画を撮影しながら包み隠さずお伝えしていきます。背取りをしているイメージがわからへんとか、パートを辞めて子育てをしながら在宅ワークをしたい、旦那に頼らず自分で稼ぐスキルを身につけたい、シングルマザーでもお金にも心にも余裕がある暮らしがしたいと考えている方にはかなり役立つ内容になっていますので、自分が始めたらこうやってやるんかなってイメージしながら見ていただけると嬉しいです。まず起きた瞬間メルカリをチェックしてコメントの返信をしていきます。続きまして管理表の入力です。昨日売れた商品を入力していきます。今月の目標まであと利益25万円、出品数はあと288出品です。カレーかピザどっちがいい？カレー。もう一回ここでメルカリをチェックしていきます。売れてたらこのようにメッセージを返しておきます。子供が寝たので作業開始です。底値まで行った商品を再出品していきます。私の場合1000円を底値にしているので、1000円まで値下げしても売れなかった商品をタイトルを変更してみて再出品していきます。タイトルを変えて再出品したら売れたっていうことはザラにあるので、毎日この作業は欠かさずしていきます。管理表の入力です。今月の目標まであと利益23万円、出品数はあと265出品です。今日は子供の誕生日なのでトイザラスへ行ってきます。思いつきでちょっと車を走らせてボート乗りに行ってきます。ちょっと待ったな、これは暑くない。楽しいな。よし、写真撮ってもらおう。見えない、来ましたよ。電気つけてもらおう。もう明るい。もう明るい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おいしい。はいよ、写真撮ってもいい。
穴だけ。幼稚園へ送ったらそのまま倉庫へ仕入れに直行です。今日はピック作業をせずに持ち帰りをして家で仕分け作業をしていきます。この大量の服の山から仕入れをしていきます。今日はどんな商品が入ってるかな。ピック作業を開始です。一部ですが紹介していきますね。ジェラートピケのモコモコワンピース、モテるやつですね。続きましてボトルネックのタンクトップです。タグにはシルクが入っていていい素材です。次はこれ、金ボタンがポイントのレトロなブラウス、これも好きです。オーバーサイズのパーカー、男女兼用で着れるタイプなのでジェンダーフリーで出品します。続きまして花柄のブラウス、襟元にワイヤーが入っています。着たら可愛いやろな。続きましてメンズのスポーツウェア、ミズノです。次はこれ、セットアップです。こんなん着こなせる女子かわいいな。続きまして星柄のこれも派手やな。古女専門やね、このデザインは。続きましてブラックフォーマルのワンピース、タグを見ると関西ファッション連合って書いてるのでこれもキーワードに入れておきましょう。続きましてユニクロのエアリズムです。これは大きいサイズ XL なので仕入れ対象です。このタンクトップもかわいいな、派手なプリント。続きましてメンズのヴィンテージ感満載のシャツです。続きましてサマンサモスモスのエスニック風の花柄ワンピース、綿 100% です。最後に和柄のシャツワンピース、需要がある商品です。裏地もしっかりついています。今日は外注さんのお家で撮影、採寸作業をしていきます。外注さんの家が近いのでたまにこうやって作業をしに来てます。作業しながら情報共有をしています。今日はうなぎです。勢力来てます。これは最高だ。梱包作業をして幼稚園を迎えに行くまでの郵便ポストによって発送をします。今日は13件、19,931 円の利益です。食べたい。刺身か。刺身食べたい。
ということで、本日の動画では私がシングルマザーになってからメルカリ物販への取り組みや子供との向き合い方を1週間のルーティン動画を撮影しながら包み隠さずお伝えさせていただきました。見る前と見た後で背取りを取り入れた時の時間の管理だったり、心の余裕の変化だったり、イメージできたかなと思います。参考になったという方は高評価ボタン、コメントをいただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。